ちょっと今日正直ちょっと調子悪いんでお願いがあるんですけど、5個難しいですぐに拍手くれません？5個になってすぐに拍手お願いします。まだ鳴ってないから、ごめん、5個になってからちょっとお願い、すみません。お兄さんですか、すみません、これキャッチできますか？お父さんね、すみません、申し訳ないんですけど、そちらからふわっと上からこれ投げていただきたいです。ごめんなさい、いかにしましょう、簡単です、せーの、はい、もうちょっとこんな感じでお願いします。もういきなり本番行きましょう。もうちょっと前出た方がいいと思いますけどね、ごめんなさい。そんな緊張しないで、プレッシャーはありませんから、楽な気持ちで大丈夫。チャンス1回です。それじゃあお父さんが投げたやつここにできました、ね、皆さん大きな拍手お願いします。スリッドは今です、はい、よっしゃ、お父さん完璧です。お父さんに大きな拍手お願いします。お父さん愛してる。2番目でいいから。それでですね、もっと自分にも拍手が欲しかったんですけど、技をやります。まず高く投げます。見てください、このマニアックな技、自己満足です。それじゃあ外回しという技をやります。ボールの動きが変わったら拍手お願いします。せっ、分かってくれたのか、背中にキャッチ、やった！めっちゃすごい技ね、最近覚えて、これかなりすごいです。それじゃあ行きましょう、すごいやつ加えます。あ、終わりです。それではラスト1回転でキャッチできるか、できるかな。かっこいいやん。